今は、年間で 1.35 億円で、本業が1500の副業で 1.2 億、うん、専業のブロガーでめちゃくちゃ稼げるのに、はい、うんうん、未だにそのサラリーマンとして本業をやってるっていうのは、うん、なぜ、はい、僕ブログ一回潰されたんですよね、はい、まあ、赤バンされちゃってダメになっちゃって、であの時にもし仮に専業だったとしたら、うん、もう飯食えてないわけですよ。何かのプラットフォームに依存して生きるっていうのはすごい危ないなって思ってるんで、あくまでそのブログとかその何らかのそのプラットフォームに乗っかってるうちは僕は本業をやめないっていうのは決めてますね。本業をやってんのもその副業がダメになった時のセーフティーネットだし、あ、それぞれに、そう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 、で副業は本業がダメになった時のセーフティーネットだし、辞めることが目的化している人たちが多いなと思って、会社辛い辞めたいみたいな人たちの方が優先になっちゃってるんで、結構そのブログで稼ぐっていうのは僕は大変だなと思ってるタイプなので、あまりおすすめはしてないですね。失敗ができるのは組織にいる時だなと思うんですよ。じゃあ明日からじゃあもう会社クビねって言われるかって言ったらならないじゃないですか。それがサラリーマンの良さで、でも自分の知見だけは貯まるんですよ。個人の資産が貯まっていくに近いですね。だからリターンがそのローリスクハイリターンなんですよ。個人だとハイリスクハイリターンなんですよね。別にどっちかに絞る必要もないなと思ってるんで、まあ、どっちもいいように使っとけばいいかなと、まあ、ローリスクハイリターンで自分の実績 つけつつ、ハイリスクハイリターンの個人でハイリターンだけ受け取るみたいなやり方も全然あるじゃないですか。だから僕はそれで食ってるって感じですね。